はい、どうもケビーです。今日はですね、つい最近、某ドラムメーカーのカタログを本当久しぶりに見たんですけど、なんかそれを見てこうすごくなんか切ないというか悲しいというか、今こういう状況なんだなっていうのがちょっと丸分かりな感じだったので、ちょっとそれを話したいかなと思うんですけど、ですね、本当今からどうだろうな、10年、15年ぐらい前かな。で、それこそ、カタログを見ると、こう、スネアの種類って、ものすごい数あったんですよ。10年前もかな？10年から15年ぐらい前。で、もう本当に、すごい種類あったんですよ。例えばですけど、同じ、例えば、なんて言うかな。そうな、何かいいかな。まあ、一個の素材があるとするじゃないですか。で、その一個の素材でも、なんかこう、ピッコロ、レギュラー、フカドみたいな感じの3種類、発売してたりとか、そういう感じ。で、いろいろこう、自分のこう好きな音が、こう、選びたい放題みたいな、なんかそんな感じだったんですけど、で、本当ここ数年、カタログってずっと見てなかったんですよ。で、本当久しぶりにカタログ見たら、スネアの、こう、乗ってる数の少なさに、本当にびっくりして、今ってこんだけしかないの？このシリーズっていう感じで、本当にびっくりして、で、今こうやってちょっと動画を撮ってるんですけど、まあ、単純にこの種類が少なくなった理由っていうのは、まあ、経費削減とか、あと、不況が一番の、問題だとは思うんですけど、にしてもこう急にこんなに減ってるんだっていうのが本当びっくりしてしまって、なので本当ぼちぼちこうなんか音楽業界、まあコロナのせいっていうのももちろんあるとは思うんですけど、まあそれだけじゃなくて、単純にもうそのまあ楽器自体がこう売れないっていう状況にはなっているはずなので、そこがまあ当然売れないってなってくると、いろんなものを縮小するしか、こうなくなってきてしまうので、だからそうやって、こう、スネアの数も、こう減ってるんだろうな、っていうのも思いましたし、あと、個人的にカーボン系のスネアが好き、スネアってカーボンシリーズが好きなんですよ。カーボンメイプルもそうですし、あと、まあ、この、後ろにもあるんですけど、あと、カーボンマホガニー。まあ、これ、本当期間限定の、ものだったんですけど、それとか、あと一時期もうちょっと手放してしまったんですけど、カーボンメイプルのフルセットとかっていうのも、持ってはいたんですけど、結局そういうのもこうなくなってしまって、まあ、マスターワークスとかああいうのでこう頼めばあるとは思うんですけど、そういうのもこうなくなってしまったりとか、あと個人的にもなんかこういろいろこう使ってて、好きだったスネアとかっていうのも、なんか、ごっそりなくなってて、で、それがなんかちょっと、今こんな状況なんだっていうのにちょっとびっくり、してしまったかなっていう感じですね。なので、これから楽器を始める人、もしくは、楽器をやってる人に、こう、個人的にちょっとこうした方がいいんじゃないかなっていうのが一個ありまして、自分の、欲しい音っていうのがあったら、今のうちにこう買い漁っておいた方がいいんじゃないかなっていう気がしていますね。廃盤になってるものっていうのは復活してくれればもちろん買えるんですけど、人気シリーズで。でもこれだけシリーズでガーってなくなってると、多分ピンポイントでこれが欲しいっていう時ってもう多分手に入らない気がするんですよ。なので、自分のこういうスネアのこういう音が欲しいっていうのが自分の中であるようでしたら、間違いなく、今、こう、売ってたら、多分新品で探すのはきついかもしれないですけど、どこかで見かけて、あ、これ、自分の欲しかったやつだっていうのがあったら、迷わず、こう、買った方が、いいかなと思いますね。そうしないと、それこそ、いくらお金を持ってても、物がなければ手に入らないので、なので、やっぱりこう自分の理想な音ってあるじゃないですか。個人的なこと言っちゃうと、こっちの、このセット、まあ、フル、チタン
のセットなんですけど、やっぱりこうチタンのドラムセットって昔からこうなんか欲しいなとかの憧れがあって、で数年前にもういやっていうので思い切ってこれも買ったんですけど、まあこれ自分が持ってる中で本当になんかメイプルのセットだったら本当に 2,3 台は買えてしまうぐらい高いんですけど、でもそれでもなんか今買わなきゃないかなっていうのも思いまして、で買ったっていう勢いもあったので、なので本当こうまあ別にどうでもいいかなっていうぐらいだったらいいと思うんですけど、自分がこういうのが欲しいっていう憧れとかがあって、で迷ってて、まだ売ってるっていうものでしたら買った方が絶対いいかなと思いますので、個人的にいろいろこう使ってきて、で手放してしまって今あれは手放さなかった方が良かったかなっていうちょっと後悔もありつつ、そういう今カタログ見てシリーズもないので、なので今こうやって喋らせていただいております。なのでそうですね、もしこう自分の理想がありましたら、ぜひとも迷わずこう、まあ、使う使わないは関係なく、こうやっぱ自分のこう気に入ったものって一個でもこう持ってるといいじゃないですか。なのでぜひとも見つけたら購入することをお勧めいたします。以上です。